こんにちは、Rです。スプラトゥーンを社長さんの団長、Rでございます。今日もですね、皆様からいただいた小ネタをザクザクと調べていきましょう。じゃじゃん、ありがとうございます。Rさん、チャロクしました。これチャンネル登録ってことかな。チャンネル登録ありがとう。調べていたらすいません。ヒーローモードで風花とのこと、風花と対戦あるじゃないですか。イカタコって水の中に入ると死んでしまいますよね。サメが水の中に潜っているとき、風花はなぜ死ねないのか。長文失礼しました。かっこ日本語おかしかったですいません。オッケー。とりあえず言いたいことは分かった。風花がなんで水の中で死なないのかってことだよね。これ言われてみたら確かにね、なんかスローで見たりしたら秘密があんのかな。ちょっと調べに行ってみましょう。まあ通常イカちゃんタコちゃんたちはね、水の中に落ちるとこうやってね、ジュッてなってね、まあ魂だけ戻ってきてそこから出てくるらしいよね。なんか開発者の方曰く浸透圧の関係でジュッとなりますみたいななんか染み出すらしい、そういうのがあるんですけど、風花ちゃんね、確かにね。まあ考えられる要因として3つぐらいあるかなと思うんですよね。まず1つ目、そこ実は水じゃないんじゃないかっていうところね。で2つ目、何か対策をしてるんじゃないか。3つ目、他の何かがある。ちょっと行きましょう。とりあえず1つ目のここが水じゃないんじゃないかっていうのは、落ちてみたらわかるよね。これ大体落ちる人なかなかおらんんじゃないかな。ちょっと落ちてみるよ。ジュッとなったジュッとなったね。なるほどね。じゃあまああそこ水だね。であとは風花ちゃんが潜るときに何かやってるのかな。ちょいつ潜るっけ。にあでも今潜ってるか。あれ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 、うん、あこれも潜ってるよな。ん、今なんか見えんかった。ちょっと、あいや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 、えなんかさなんか見えたよね、チラッと。何が見えたんだ今。あでもなんかあの万太郎がくれる宇宙で息するみたいなやつあるじゃん、サンゴにくれるやつ、あれとかはかぶってなさそうですね。でこうやって攻撃するとき確かに潜ってんだけど、対策とかは取ってなさそう。なんかあるのかな。シャポン、この時どこにあるんじゃね、風花ちゃん乗ってる。あ、え、見えた乗ってそうな感じはしたな。まずーいふん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 。あそこに乗ってるんだよね。あら、これなんだ？このサメの頭にあるやつ。あれなんだっけ？風花ちゃんが乗っとるのは、あの椅子でしょ？じゃあ、あの椅子、じっくり見たことなかったな。あんな感じか。で、ここの頭の、これリス地か。風花ちゃんが、ボーンってなって、飛んでって、あ、で、リス地だね。ポーン。あそこのリス地の方に入っとったりするんかな。でも乗っとるところはあの椅子だもんね。あららら、いきなり。あ、出てきたね、一瞬。ぶね。え、なんか、攻撃、そんなにやっていくんだ。でも乗っとるとこは背びれの後ろじゃけ、リス地の中に入ってるわけではなさそうなんだよな。なるほどね。特にサメに何か細工があったりとかではなさそうですね。なるほどね。ビョーン。はい、というわけでですね、3つね、考えられる可能性、ちょっと調べてみたんですけれども、まず、あれは水じゃないんじゃないかっていうのは、イカちゃんが落ちたら、ブジョーンってなったんで、水でしょう。で、風花ちゃんが何か対策してるのかというと、特に対策はしてなさそうでしたね。で、別の何かなんですけど、さっきの戦いで、分かっちゃいましたね。みんな分かりました？そう。答えは、
あれは水ではなく、これですよね。ちょっと色に惑わされていたんですよ。これ水に見えるんですけど、風花ちゃんのインクなんですよね、これね。そう考えれば、風花ちゃんが潜っても死なない、デスにならないっていうのはわかるよね。これがもし風花ちゃんのインクだとしたならば、別にね、こうやって、この3号だって、自分のインクには潜れますからね。ほら。こうやって潜れますので、こんだけたっぷりあっても、風花ちゃんのインクだと考えると、全然余裕。対策せずに OK。そうしかないでしょう、これ。きっとそうに違いないよ。これさ、ボス戦でさ、他に水没できるところあるかね。ちょっとそこの水質を調べてみよう。だってこれ、明らかに不透明じゃもんね。インクっぽいじゃん。ギャー！じゃあ他のボスのとこを見てみよう。あー、うつほちゃんとこは、高台か。特に水があるわけではないね。万太郎のとこもそうだったっけ？あ、万太郎のとこ水ないね。はい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 。あ、でも下にあるな。あるっちゃあるな。これ、上、下まで降りる？降りれる？あ、びっくりした。ダメか。降りりゃせんけど、まあ、ああいう感じの水があるよっていうことか。あ、待ってる。俺、行かないよ、今日そっちに。はい、ここは、風花ちゃんのね、夜間のさ、あるところなんですけど、このね、サイト4のところの水もね、ちょっと見ていただければわかるように、あそことね、色が明らかに違うんですよね。しかも、ちょっと透明。ほら。ちょっと透明なんですが、ね、明らかに色違うもんね。これは、いい質問いただきましたね。すっきり解決できましたね。完全にこれ、インクだもん。ほら。で、まあ、3号がやられる理由としては、インクだったとしても、浸透圧でジュッとなったり、まあ、相手のインクなんでね、ダメージがあったりするんで、ああいう風に溶けちゃうんですよね。あ、小鮭は生きていられる。ふふ。オッケー。どんな事件もスッキリ解決。噂調査団です。ありがとねー。そういえば僕、このチャンネル以外にですね、R ガレージっていうチャンネルがございまして、そこではね、平日朝8時から1時間ですね、おはようモーニングという生活習慣改善バラエティをやっております。まあ、毎日生放送ですね、それをやっているので、ぜひね、時間ある方は見てみてください。じゃじゃん、ありがとうございます。R さん、これだです。ナーバトラーで、おかしら鮭の弱点のところが、スペシャルブロック、カッコハテナ、になっています。採用お願いします。これね、最初読んだ時、うーんと思ったんですけど、あれよね、ナハバトラーのやつで、弱点のところがスペシャルブロックってことは、例えば、爆弾だったら頭がスペシャルブロックとかっていうことなんかね。ちょ、見てみっか。これ、持ってっかな、俺。おかしら鮭。あ、あったあった。爆弾は、あ、頭だね。はいはいはい。あの、オレンジのところでね、スペシャルブロックってね。蛇は尻尾。あ、鉄板は？ん？後ろ。あ、でも鉄板後ろか。タワーは？頭。あ、でも、はっはっは、最後に壊れるところだ。ヘビも、ね、後ろからボボボボボボンって言って、あそこは壊れるもんね。はい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 。で、モグラは？あ、ちょっと、腹のところかな。目のところかな。あ、でもそうだね。コウモリは、傘の中じゃもんね。で、肩パッドは真ん中。は、あれあれ柱なんか変なとこにあるよ。あそこ弱点なのかな。というわけで、柱のさっきの部分をちょっと攻撃してみましょうか。下の方だったよね。この辺りか。もしかしたらこの辺り全部塗ったら壊れるとか？両面塗った人はいないんじゃない？そんな時間ないもんね。柱全部塗ってみたんですが、特に壊れそうないですね。まあ、柱は、これか。じゃけ、あれなんでだろうね。あそこはちょっと違うみたいじゃね。ちょっと柱は違ったようですね。クジラじゃねえ。ダイバーか。ダイバーは、まあ、周り塗って、どこでも食らうけ、あんなもんか。あ、で、鍋蓋も合ってる。あの、上の飛び出た部分じゃもんね。敵はこれあれじゃない、発射装置じゃない。金鮭は背中。あ、グリルはそうだね。ちょっと出たところじゃもんね。あ、で、泥鮭も真ん中だ。はい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 。なるほどね。確かに、結構あったね。柱ちょっとわかんない。だってこれ、そうやね。あの、横に飛び出しとるちっちゃいやつも書いてあるけ。あの辺が、オレンジだったらよかったね。あとはでも、おおむね、そうでしたね。へぇー。157持ってないね、俺。運び屋。もらおうか。ああ、運び屋は一番下なんだ。へえ。大凧とかもあるんだね。ひめちゃんとイダちゃんもらっとこっか。
あ、姫ドローン。夢蛇はいいや。あ、水田。滋賀に、備前。まあ、みたいな感じか。いや、でも面白い観点でしたね。あの、スペシャルブロックのとこが弱点か。なるほどね。オッケー。じゃじゃん、ありがとうございます。アルさん、こんにちはです。ゴンズイ地区に行って、リスポーン地点から、レギュラーマッチのマークが書いてあるバルーンがあるじゃないですか。そこから、右斜めに三角コーンがあるじゃないですか。それを何回か打つと床に落ちていきます。へぇ。一回打ってちょっとしたら落ちました。へぇ。武器はローラーでもシューター系、ワイパー系でもいけます。知っていたらすいません。最後お願いします。オッケー。コーンあったっけ？ゴンズイ地区だよね。イスチに行って、こっちかな。あ、待って待って、あそこにコーンあるね。え、このコーン落ちんの？あ、今動いたな。あ、あ、なるほど。これあの、ヤガラの段ボールと同じ扱いじゃない？あの、動くんじゃない？吹っ飛ばせるんじゃない？当たったりしたら。へえ。ああ。そうなんだ。ああ、なるほど、なるほど。あそこにもあるよ。え、全然気づかんかったな。そういえば。これちょっとインク当たるじゃん。そしたら何秒か後に。うん。へえ。全然気づかんかった。コーンがあること知らんかった。これ縄張りにしかないとか、そんな感じ？ちょ、これ縄張りなんですよ。ルール変えてみましょう。エリア。あ、あるね。イキリイカロールしようとした殿下と。あるね。あ、あるんだね。待てよ。ってことは、キャンピングシェルターで撃ったらめっちゃぶっ飛ぶかも。ぶっ飛ばすぜ。ちょっとこれ、やから市場なんですけど、キャンピングシェルターってね、こういう動く段ボールを撃つと、ガチ吹っ飛ぶんですよ。めちゃくちゃ吹っ飛んでるな。で、あのちょっとコーンやってみましょう。ね、あれだけの吹っ飛ばし能力があるんで、ここのコーンもめちゃくちゃ吹っ飛ぶんじゃないかなって思うんですよね。ただ、吹っ飛ばしやすそうな方向がないな。こっちにぶっ飛ばしてみようか。あ、でも結構飛ぶんじゃない？飛んで、あ、もう沈んだか。沈むな。飛ばして、飛ばす！オッケー！え？いや、めっちゃ飛ぶのは間違いないけど、ちょっと、置き場所が悪いね。ゴンズイ。ゴンズイのコーン。どうする？こっちに飛ばして。よしよしよし。行くよ！ダラッ！うわ！飛ぶ飛ぶ。あと一人いるよな。今自分は助かったって思ったろ？あ、まあいいよ。こうやって浮かしておいて。あ、ダメだ！待て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 ！ああ！うん。星になった。オッケー。じゃん、ありがとうございます。アルさん、初コメです。小ネタです。ロッカーでイカちゃんのぬいぐるみあるじゃないですか。そのぬいぐるみにサングラスとか頭のギアをかぶせるとすごく可愛いです。ぜひやってみてください。長文失礼しました。しょうもないのですが、よろしければ、最後お願いします。ちょっとやってみよう。炎の精霊サラマンダー。イカちゃん人形ってなんだっけ？ぬいぐるみ。あ、あー、こういうやつね。はいはいはい。これに？サングラス？あ、かわいい。あれ？あれ？これ違うな。ちょっと思ってたんと違う。あ、これも違う。ちょっと待って、帽子帽子。あれ？なんか、あれ？動いてる。キャップみたいな。なんか顔がついてくんだよな。これ可愛いと思うんだけど。どう？横にして、横にして被る。ああ、もう横にしたら何が何だかわかんない。黄色いものじゃもんね、これ。え、でも可愛いね。サングラスとかがいいのか。うさんくさメガネ。ああ、可愛い。可愛いやん。あ、いいのあるじゃん。ああ、また頭がついてきた。三三三ぐらいですわ。いいじゃん。へえ。あ、ヘッドホンとか乗ってる感がすげえ。
うん。でも可愛いね。ちょロッカーね、テンタクルズ仕様にしたいんですけど、こう飯田ちゃん10枚あるんで。外に姫ちゃんを1,2,3,4,5,6,7,8,9,10って貼りたいんですけど、姫ちゃんのが売ってねえんだわ。ねえ、あったら全部買い占めるために今 X マッチに潜ってお金を稼いでいます。そのためです。 OK。 さあ続きまして、じゃん、ありがとうございます。アラさん、小ネタというよりバグです。サイト 6-8 心地よい静と動の美しいバランスというステージに入って、武器選択画面が開くまでの間にカメラに黄色いステッカーのようなものが貼り付いてすぐ消えます。さよお願いします。これ聞いたことないね。ちょっと見に行こうか。そこのステージだけなんかね。 6-7?6-8 か。ちょ、見とこっか。武器選択に行くまで2か。どこだどこだ、カメラに。あ、見えた。今一瞬こう、何？右、左、あったね。なんだ？戻る。入る。ちょ、左見よってよ。指出しとこうか。ほら、何あれ？あれ、ここだけ？ちょ、ここ入ってみよっか。別の。じゃ、入ってみます。ない。6-8、銀夜間。さっきのとこも銀夜間だもんね。ここだけなんかな。なんだあれは、なんでだ、なんなんだ、よく気づいたね。よくあの一瞬の見逃さんかったな。すげえ、動体視力体操、贈呈します。けーい、すごいね。よく気づいた。よく、ね、しかも、多分他のとこも調べたんかな。俺ちょっと今、ポンペイなので、調査はここだけにしてきます。させん。オッケー。それではおまけコーナーですね。今日はですね、2本分見ていこうと思います。まずこちら、じゃじゃーんと。メガーということでね、異界の画面の隙間から見ると、てんてんてんみたいな動画の、面白コメントを見ていきましょう。目が赤くなるのは多分、外からの光で反射してるんだと思う。久しぶりのサブアルちゃん嬉しいということでね。8分37秒、サブアルちゃんのホーラー狙ってないが好きということで、ちょっと見てみようか。サブアルね。あれ、いや、狙ってない、狙ってないです。ホーラー狙ってない。この時だけあっち向いてやってね。ホーラー狙ってないって。まったく。雇い主ですよ、僕。撃ってたよね、絶対ね。もう R 氏は編集ミスしてるって言葉は聞き飽きただろう。ミスはあるもんですからね。あるもんなんです。僕は、そそっかしいんでね。ミスは結構あります。許して。ごめんちょ。ちょうど999ポイント。お、なんだろう、これ。5分41秒。なんだ、グレートマリアは弱い。本当だ。グレートマリアは999ポイントね。サブアール絶対悪意ある。アールさんの写真はほぼラグ動画で埋まってる。あのスイッチのね、あの30秒ロックがあるじゃん。俺いつもあれラグを感じた時にやっとって、めちゃくちゃある。あれ多分1本丸々動画にしたら1時間ぐらいある。全員1個目かなってなってる。あれ1個目嬉しいのかね。頑張ってみんな1個目を争奪戦でね。俺もやろうかな。1個目ちょっとアップ時間遅らせたりして。1個目取ろうかな。目が赤くなるのは充血したからだと思います。そうだよね。ね、目ガッと見開いてね、充血したんだろうね。最近見始めてチャンネル登録しました。お、あざす。サブアルちゃんがアルさんを狙っているところが面白かったです。あと編集ミスが、てんてんてん。でも私も、打ち間違いよくありますし、しょうがないですよね。そうなんですよ。僕そそっかしいんでね。カタカタカタってやって、ミスって気づかずに、そのまま行ってるってことが多いんでね。多めに見てやってください。多めにね。4分21秒のグレバリの下りが日頃の不満炸裂でしたね。ちょ待てよは木村拓哉さんか堀さん意識。ちょ待てよ。かもしれない。プロゴルファー猿も入ってました。本当にアルさんいつも面白いな。プロゴルファー猿、あ、ワイは猿やのとこか。ワイはグレバリ使いになるんや。本当じゃ、潜在意識にあるんかもしれない。見たことないのに、ワイは猿や、プロゴルファー猿やっていうセリフしか知らんけど。入っとるかも。
13分30秒、違う、横にマークがあるんだって。あと採用ありがとうございます。タメ口やめた方がいいですよ。ちょ、これ見てみよう。こういう感じでね。ああ、はい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 。このジャンプのマークで、確かにね、サイドオーダーのマークがありますっていうやつで、サイドオーダーのマークがどれだって思ってたんだよね。これもしかして映ってっかな。あったあった。これのことか。はいはいはい、ほんとだ。このね、この8を横にした無限のマーク、これサイドオーダーのね、パレットとかにもついてるもんね。で、ここハゲイカになってますよっていうね、これ編集ミスのところでもありますね。あ、でね、晒していいと思います。このあの、利敵や放置があった時に、晒していいかどうか、みんなの意見聞かせてくださいってことでね、晒していいと思います。おー、チャンネル登録ありがとう。サンキュー。コメ欄の人にもキャラ付けしていくの面白い。みんなね、いいコメント書いてくれてるからね。あ、私もこの前チャンネル登録しましたよ。アルさんいつも面白すぎ。ありがとうございます。多分、ハゲたイカちゃんのモニュメントはアカデミー賞の像がモチーフなのかな。どんなんだったっけ、アカデミー賞の。あの、人がぐちゃってなったやつ。アカデミー賞トロフィー。はい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 。あー、なるほどね。これも頭の髪の毛がないね。なるほどなるほど。サムネ見た時にムスカ大佐が出てきたからなんだった。目がああ、ムスカ大佐の絵サムネにするのいいね。異界のカノの時の名探偵、あ、バレたにツボってます。チャンネル登録しました、ありがとう。虚しくなるからやめようは吹いた。晒していいと思います、その曲わかります。あ、これあの徳川のね、お好み焼きの歌歌ったんだけど、多分そのことだと思うね。さっ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 さとかき混ぜまして、丸く作りましょうみたいな。これ広島のローカルの CM かな、多分ね。わかる。あざす。通信エラー起きちゃうぜ。かっこつらいとしては、どこまでがわざと切断したかわからないところがあるので、晒すのはちょっと悲しいかなと思います。時々挙動がおかしい人いますけど、ちびっこなんだと思うようにしてます。あと、切断したユーザーがいますの時は、相手さん雨降ってて通信環境悪いだなって思ったり、親御さんに怒られたキッズがいたかなと思うようにしてます。なるほどね。確かに確かに。利敵は？ねえ、利敵は？ま、切断はね、どっちも負けたことにならんけ、いいんだけど、切断せずに放置してちょいちょい動く人おるじゃん。まあ、もう、晒したりはしないんですけど、晒したいよ。ものすごく晒したいよ。サムネにしたいよ。やらんけどね、さすがにね。まあでも確かにね、確かにゲームやりすぎはあんたって言われて怒られたキッズとかだったらしょうがないもんな。なるほどね。アルさんこんばんは。いつも楽しく拝見しています。放置問題ですが、たまに試合中に宅急便が来たり、お隣さんが訪ねてきて焦ることがあります。娘にちょっと変わってと、どちらにも迷惑がかからないように必死です。娘には迷惑かけてますが。もし家に一人の場合は、一旦放置しちゃうかもしれません。味方が通信切断した時には、ああ、お母さんに、ちょっとご飯だよ、いつまでやってるのって怒られたんかな、と、微笑ましく思うことにしてます。そう考えるとイライラが軽減するかもしれませんよ。まあ、そうだよね。そうだよな。ご飯に呼ばれたらいかんと、めっちゃ怒られるもんね。覚えがあるよ、僕にも。ご飯やひぃちょっとセーブしてからみたいなね。試合中だったら抜けれんもんな。なるほど、なるほど。そう考えるようにしとこうか。ね、ご飯ですよだなってね。アルさん、異界の仮面って、実は内側の目の部分が赤いんですよ。だから目が赤いんじゃなくて、外側の赤い部分が内側にもあるみたいな感じです。語彙力なくてすいません。ロッカーで異界の仮面を出して、R スティックで回転させるとわかります。ほうほうほう。ちょっとこれ後で見てみようね。アルさん、余計なお世話ですが、私の友達がいつも毎日アルさんの動画を見てるんですが、お、ありがとう。アルさんが、最近おまけコーナーやってるじゃないですか。コメント読まれたいけど、コメントはやるなって親に言われてるらしいんですね。だから友達に一言よろしいですか？いつも面白いです。あー、そうなのか。まあね、親御さんの意向には従っていただいて、コメントやるなということはコメントは控えていただいて、でも、いつも見てくれてありがとうございます。届いてるよ。これからもよろしく。放置、利敵を晒していいか。私はいいと思います。明らかに恋なら。そうなんだよね。恋かどうかの判断ってね。まあ、さっきの宅配便とか、ご飯ですよとか問題が出てきたら、わからんもんね。まあ、明らかに放置してちょいちょい動いてるやつは放置だけど。たまにライブ中に遭遇するんよ。放置にね。そしたら、メモリープレイヤーで見る。本当に放置かなみたいな。
腕前トロフィーの調査採用ありがとうございました。はイカちゃんが乗っていたのですね。髪の毛がない理由知りたいですね。なんでだろう。初めての採用に娘は大喜びでした。お、よかった、ありがとうございました。ロッカーの調査をしてもらったばっかりにロッカーを空っぽにさせてしまってすいません。サバルちゃん今日も可愛かったです。あー、もうあれ僕がなぜかねマイナスボタンを押してしまうんですよ切り出さないで、また今日また貼りましたんでステッカーさっきね、もうなんかね開くたびにね最後にマイナスボタンを押してねなくすんですよなんか縄張りしてたらみんなが塗らずに敵倒しに行ってたんだけどみんな死んで腹立ったまあこれ諸説あるんですよね。縦長ステージが多いんでもう一気に前線を上げてそこで前線拮抗しながらやられた味方が戻ってくるときに塗りながらみたいな、前線をキープしていってみたいな、その戦い方がいいんじゃないかとも言われてるんでね。その敵もね自陣をしっかり塗って出てくるタイプだったらそのみんなで塗ればいいんだけど、難しいところ、これはね。ノラだからね。R さん、R さんのギアは誰のですか？王冠は持ってますが、服がわかりません。これ確か2のショートカットのネオンピンクのガールじゃなかったっけ？アミーボの服だと思います。あと、異界の仮面のやつね。ただ裏面が見えてるだけだな。ただ赤いとこが分厚いだけじゃねえの。こういう感じのこともいっぱいありましたね。そうなのかな、まだ後でちょっとロッカーで見てみよう OK 続いてですね、これですね、 Amazon レビュー星1、 Amazon 星1レビューか、これねちょっと見てみましょう。まあね結構いろんなね辛辣なコメントだったんですけれども、みんなのそれぞれのねスプラトゥーンに対する思いが伝わってきていいコメント欄になってましたよ。結論、イラついてやめる人が多い、サモランが期待外れらしい、以上まとめてるね。他にもあるかも、長すぎて覚えきれねえいろんな考えがあるんですね。私は負けすぎて頭が無理になって目が死んだりしますからね。大変なことになってるじゃねえか最初の人めっちゃおもろいやつやんけ、なんか本書けばいいのにね。なんか最初の人なんかすごい長文だったけど読ませる能力あったよね。最後オチもつけてね勝率操作メロンくん、俺勝率8割超えてるけど、もう常識の外の話だからメロンくんに関しては長文だからみんなやっぱスプラ好きなんだな。みんなツンデレだな。確かにラグくてだんだんイライラ溜まっちゃってスプラトゥーン自体はやめちゃったけども、あららら、R さんの小ネタ動画で面白くスプラと向き合えてるからこういうチャンネルありがとう。そうなんだ。まあ小ネタちょっと探そうぜ大人気新コーナーの矛盾と互換が好きすぎる、いいよね大人気新コーナー、最近気に入っとんよこの言葉大人気新コーナーね、うんってなるよね。大人気新コーナー何何ってなるけど、確かに五感もいいね。はい、今日の大人気新コーナー始めまーす。みたいな。星1レビューにすんごい文才の人って草。語彙力高そう、この人の言ってること少しわかるかも。実際イカロールの説明なかったしな。確かにね、俺もね、イカロールどうやってやるんってなんか、前夜祭の時に言っとった気がする。あ、違う。俺、読み飛ばしとっただけだ。あのセリフを、あ、イカ登りをね、どうやってイカ登りするんとかって言ったけど。チャット欄で教えてもらった。さっき書いてましたよ、みたいな。興奮して読んでなかっただけだった、俺のは。スプラミンにありがちなこと。負ける。イラつく。スプラで発散する。気持ちよくなる。もう一度やる。負ける。だいたいこれ。ループから抜け出せないんだよ。これね。23分36秒。アーさん、スプラ3を捨てるんじゃない。でもこれね、動画投稿から3分、4、5分の時にこのコメントあったんですよ。なのに、もう23分のところを見とったけ。見るの早すぎ ?2 倍速飛ばさず見てくれ。R さんからの返信よかった。あ、これ俺だ。飛ばさず見てくれって言ったの俺だったわ。俺です、これ。R さんからの返信よかったね。私はイライラしてる人のコメントを読むのも温かめで見てるぞ。R さん、スリーステンマ最後、R さんのいい話で終わると思いきや、スプラトゥーン4を待とうって。見晴らさないであげて。まあもうね、星1レビューの人たちは多分やってないから、4を待とうぜ。スプラは神なのに。ドドン。懲罰マッチとは、過去勝ち10負け25 懲罰受けすぎじゃん。確かに競技向けにしすぎてライトユーザーがかなり少なくなってるとは思う。ふんふん。勝率はギャンブルではなく自分の実力で変わるんじゃないの。まあね、そうなんだよね。ただ、俺も薄々感じ取ったのは、なんか自分の実力で
勝ちに導けたなとか、そういう試合が少ないなと思うよね。なんか一方的に あれよあれよという間に勝ったりとか、あれよあれよという間に負けたりとかっていう試合多ない？自分がキャリーしたぜみたいな試合がね、ああいうのが一番気持ちいいんだけど、なかなかねそういう試合に巡り合えてないっていうことかもね。キャリー力がないのかも。頑張ろう。結構共感できてしまった。まあね、ちょっといろいろ思うところはあるよな。同じ企画ヤンモさんもやってなかった？たまたま似たような企画になっちゃったのか、知ってて参考にしたのか、いや知らないですね。ごめん、ちょっと見てなかったけど、なんか思いついてね、朝にねおはようモーニングっていう生放送番組をやっておりまして、別のチャンネルでね、それでクソゲー、まあ、スプラトゥーンじゃないんだけど、他のクソゲーの星1レビュー見ようぜってなって見てめっちゃ楽しいねってなって、あーこれ動画でやるわみたいな、そっから発端ですね。まあ大体似たような企画はあるでしょ。結構まとえてる意見が多いな。それくらいスプラが好きで期待してたんやろうなね。だからそうなってしまった人、噂調査団見ような。よーし、じゃあちょっと異界の仮面見てみよう。確かにね、ロッカーの中だったらくるくるできるね。異界の仮面はどこにある？あ、メトロイドだ。でで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 。ちょそんな分厚いのかな。ででーん。あー。いや、白目んとこがさ、白目んとこがオレンジになってない？確かにこれ、くれた人のコメントによれば、他のギアと入れ替えたら分かりやすいですって言ったもんね。あー、まあ分厚いのかな。まあ、いっか。オッケー。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。こういう感じでね、このチャンネルでは皆様のコメントをもとに動画作っておりますので、何かね、面白いこととか、小ネタ、噂、疑問、質問、バグ等ございましたら、YouTube のコメント欄で教えてください。ませませ。チャンネル登録もお待ちしております。じゃあねー、バイバーイ。異界に連れてってやろうか。